どんどん焼けとは、金門の変に伴い、源氏元年7月19日に、京都で発生した火災の通称。源氏の大火、鉄砲焼けとも言う。手の施しようもなく見る間にどんどん焼け広がった、様から、どんどん焼けの名が、また市街戦で、鉄砲の音が鳴り響いたことから、鉄砲焼けの名がついた。金門の変に伴い、長州藩邸付近と境町五門付近から出火した。 火の手は北東の風により炎症し、現在の京都御苑の西側から南東方向の広い範囲に広がり、約2万7000世帯を消失した。物的被害は消失。なお、近門の辺の戦闘事態による人的被害は、長州側が281名、合図、薩摩川が101名であった。従来は河原版の記載にある通り、のみ折江長州兵が、 撤退時に、河原町の長州藩邸に放火したことが原因とされていたが、西隣の寺町にある本能寺は、長州藩邸制圧を狙った薩摩兵の砲撃により、真っ先に焼け落ちており、北側の門倉邸、南側の加賀藩邸や津島藩邸、東側の鴨川大岸が無事に火災を免れたことから、長州藩邸はすぐに鎮火されたが、 廃山兵が逃げ込んだ高塚査定や民家が、福井藩、一橋義信勢、藍津藩、薩摩藩兵、新選組らの砲撃により炎上し、その日が炎上した可能性も浮上している。この際、廃山兵をかくまっていないにもかかわらず日頃は、金納派に協力的な施設も砲撃されている。なお、高塚査定は、一橋勢が攻撃しているが、 長倉新八の回顧録では、大月銀蔵が放火して、長州兵をいぶり出した新選組の手柄として記載されている。国立歴史民族博物館館長の宮地正人は、大火は、合図藩が長州残党を借り出すため、不必要に行った放火が原因だ、との感情が強くと、町民からは、評判の悪い合図と新選組が原因扱いされていたと指摘している。 幕府は、京都市民の救済のために米を用意し払い下げを行ったが救済としての効果は低く、被災市民は幕府に不満を募らせることとなった。一方、騒乱を起こし敗山兵をかくまうことで退化の原因となった長州藩に対しては、恨む声よりも同情する声が強まった。京都から逃走中に、甘崎で自害した長州藩士、山本文之助は、残念さんとして祀られ、 機内から参経人が相次いだ。幕府は、こうした長州同情論を抑制すべく、長州藩の罪状を記した政策を立てて、長州藩を批判するとともに、市民の長州藩への協力を禁止したが、後にこの政策が三上政策事件の要因となった。都市市25ハマグリ門の辺とどんどん焼け。ありがとうございます。